はい、皆様こんにちは親子でわらびんの時間がやってまいりましたはい、この番組は0歳から100歳まで様々な年齢層の親子をお招きし親子でラジオ体験思い出作りになるように FM 小座のスタジオから楽しいトークをお届けしていますえ、またもう一つが皆様にご紹介したい素敵な方々をお招きしてホットな情報もお届けする番組となっております この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761fm、ま、小座アットマーク gmail.com また、fm コザでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しています。fm コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。えまた、番組の模様は番組終了後、fm コザの YouTube チャンネルにて見ることができます。 過去の放送も見ることができますのでお楽しみください本日もナビゲーターは子ども応援団わらびんのよっちゃんがお届けいたしますどうぞよろしくお願いいたしますはいということで始まりました今日はですね10月の21日の土曜日となっておりますえーと久しぶりに今日は収録放送ということになりまして、えー 本日収録日がですね。10月の15日の日曜日に今撮っています。えっとちょうどね。もう毎週毎週沖縄暑いね。から始まるんですけれども、本当にまだまだ夏ではい。えっと昨日今日かな。この週末はもうイベント三昧この。 中央パークアーベニューでも今日も、ね、イベントがある、まあ、これ15日だから終わっていますけれども21日はなぜ収録になったかというとです、ね、今日は私あのイベントに出店になったんですよなので急遽あの収録放送を取らせていただきました実はです、ね、今日はうるま市のまなさんというところあのダイニングバーなんですが。 そちらの方で11時から16時の間癒しのあのマルシェっていうんですかねそのイベントであの今日は声解析の方で出展させていただきますもう本当にウチウチでえー、っと今回4人のまあ、先生ね集めてですねいろいろと癒されてくださいもうねあの声解析の方もあのひっそり ひっそりっていうんですかねさせていただいてますけれども学生服リユースをあのね、えー、とやりながらも今毎週木曜日が恋解析デーという形にしておりますがあのここで予約で実際にセッションもさせていただいてますのでもし今日ですねあうるましだってるのってあの、ね、思われた方は 予約もも,もしかしたらいっぱいになってるかもしれませんけどダメもどで,ですねあのお電話なりまた直接ね来店いただいてで夕方からカレーもねあ夕方じゃないなお昼からカレーもあの準備しておりますのでぜひ遊びにいらしてくださいよろしくお願いいたします。はいということで今日もですね時間足りないって思うんですけれども素敵な方がいらっしゃっています。 実はですね今日私だけじゃないんですよ画面では私だけになっておりますけれどもちゃんとスタジオにいらっしゃっていますので自己紹介をお願いいたします。どうぞ このラジオに出演させていただいたんですけれども僕はあの沖縄のですね観光の情報とあとは30代に向けたキャリアの発信をインスタグラムやツイッターあとは音声メディアのボイシーというところで発信しているま情報発信であの生活をしているものになりますよろしくお願いしますはい、ゆうたさんですイエーイはい、ということでですねゆうたさんすごいんですよもう。 いっぱい聞きたいことがあるんですけれども、今、お顔出しはね、ちょっとできないということで、私だけの。はい、あの画面になっておりますけれども、お声も素敵でしょう。あのボイシーってご存知でしょうかね。あの、よく昔、クラブハウス、昔って言っていいのかな。ごめんなさい、クラブハウスね、<laughs> クラブハウス、すごくね、流行ってね。誰でも彼でも、こう、あの番組を立ち上げられて、あの発信していくよっていう番組もありましたけれども。 このボイシーはまたちょっと違うんですよね。そうですね。ボイシーは承認性の音声メディアなので、うんうん、あの本ある意味、本物しか発信ができない。<う>はい、認められた人しか発信できないメディアなんですよね。うん、そうなんです。それです。ごくね。わ。ーっとあのこれすごいよね。っていうことで、私もあのボイシーは知っていたんですけど、聞いてはなかったんです。 だけど今回、ゆうたさんがゲストでいらっしゃるということでもう早速、ですね、すぐボイシーをとって <laughs> 聞きました、もうね、ゆうたさんのすごいね、聞いててね、ああ、うんうんとか、あのためになる話、いっぱいしてるんですよ。で、今回も私、すごく共通点というのかな、沖縄にいらっしゃったのが3年前、で、その前はどちらにいらっしゃったんでしたっけ もう数十年前ですけど、愛知で仕事、結婚もしましたけど、はい、なので、あ愛知なんだとかですね、で、今、転職に向けてのいろいろとお手伝いというんですかね、発信をあの、インスタグラム、それも拝見させていただいたんですけれども、やっぱりどうですか、沖縄の方々にこのように転職のサイトっていうんですかね、こう発信し始めて、どんな形ですか。やっぱ沖縄の方は結構こう まあ相談って。います。あ、あの転職に関しては、うんうん、キャリアのアカウントに関しては、沖縄向けではないんですよ。あ。なるほどそう。全国の日本人向けに発信をしている。うん、ただもともと沖縄の観光のアカウントを、が、まあ自分には大きなアカウントがあったので、そこから、うん。 何人か結構大きな人数の方が僕の転職のアカウントをはい、はい、フォローしてくださっているので、あ<ー>そういう意味では沖縄の方もたくさん見てくださってはいると思います。なるほど、本当ね、ためになりますよ。あの私見ててもあ、うんあそうだよ、そうだよねっていうものをいっぱいあるので、でこの若さいう四十歳ですよね。いいんですかこれ？言いいあごめんなさい言っちゃいましたけど、四十 <laughs> <laughs> 歳なんですよ。で私よりも本当にだいぶね。 あの年下なんですけれどももううんもう勉強になる勉強になると思いながら行かせていただいたり見せていただいてるんですけど <laughs> 今、まあ、せっかくね今日 FM コ座の方になんとえっ、ー、とねご家族でね一応いらっしゃっていてでやっぱり親子でわらびんだからなんかね僕にどういうことができるのかなって先ほどもお話ししていましたけどその。 裕太さんがちょっと発信したいことをやっぱりこの沖縄のお母さん方とか沖縄の方々に向けてのやっぱりこう今までいろいろと見てきた中で思うことって先ほど話したことをちょっとお聞きしていいですかあはい、えー僕 沖縄っていうだけの括りではないんですけれどもうん、うん、やっぱり今この女性が非常に僕は働きにくい世の中だと思ってるんですよ、はいはい、社会的に女性がうん、うん、非常に不利な状況だと思ってるんですよ、うん、あのなぜなら日本っていうのは、うん、例えば30歳で女性が出産したとするじゃないですか、はい、そうすると女性がこの社会働く上で仕事と育児と自宅の、うんうん 家事この3つにこう、はい、挟まってしまって苦しんでしまう状況っていうのがめちゃくちゃあると思ってるんですねありますよ。ほととんんどの方がここにぶつかると思うんです、うんうん、だけれども社会がそこに常識が追いついていないまた社内での、うん、例えば上司とか同僚っていうのは、うん、一般的に学んでない人たちなんで。 はいはいその今の考えにアップデートされてないんですよ、うんうん、でさらに言うと自分の夫になる方もそのアップデートがされてない方が圧倒的に多いので、はい、女性がめちゃくちゃ苦しんでしまうはいそういったまあ苦しい状況っていうのがもう起こりえるって僕分かっているので例えばこれから結婚する人とか、はい、で今働いてる人もそうなんですけど、うん、それを まあ改善できる状況っていうのは僕はもう分かってるしできたので、はい、だからそれを。 特に僕は自分の発信のお客様っていうかね聞いてくださってる方ってほぼ女性なんですよそうなんですねそうなんですよ要はなぜかというとインスタを見てる人って女性なんですねああ確かに男じゃないんですよだから男って結構何とでもなるんですよ正直な話とだから女性の方をある程度僕は救ってあげたいっていう思いは正直あるんですあ素敵。皆さんうたさんすごいいいんじゃないですか皆さん味見方ですよなので実際に 女性が、まあ、女性というか一般的に困ってしまう方の原因の一つして知識と選択肢が足らないんですすねね、うん、これは、ね、もかりまその知識と選択肢っていうのはものすごい僕広い間口で今言っちゃってるのはあれなんですけどうん、うん、要はですね学校で学んでくることっていうのがもう現代の常識とあまりにもかけ離れているために。あ そしてちょっと言葉が失礼かもしれないんですが先生も特別なことをしてなってる方々ではないんですよ一般的に言うと。社会に出てすごい経験をしてるからなるんじゃなくて教員試験を通って入ってるだけなので努力されてますよ。だけど その先生すらも今の考えにアップデートできてないということは往々にあるんですすねわ、はい、かりまだからそういう状況さらに言うと僕たちがあと誰に教えてもらうかっていうと親なんですよ、うん、僕もそうだったんですけど、うんはい、で親たちも例えば今僕と同じ3四4 0代の方々も脳内アップデートができてないと、うん、例えばいまだに公務員や銀行が安定だと言ってしまう方がいる。はい、あ危険 <laughs> で僕も金融機関にいたので <laughs> <ー>決してそうじゃないということが分かっているんですよ現代で生き抜く上に必要なのってそこからも教えてもらうことじゃなくて、はいはい、スマホあるじゃないですか、うん、みんなスマホ何のために使ってるかっていうところが大事で、うん、スマホって多分みんな暇つぶしのために使ってるんですよ。あ確かに時間があるパッパッパッ 見ますよね、そうなんですようん、うん、だけど例えば今の20代とか10代の方って、うん、スマホから情報を得るのが当たり前なんですよ、ね、そうそうそうその情報で生きてきた人と、うん、僕のように3 4 0代でそうじゃない人たちってもう圧倒的に情報格差が起きているんですよ、うん、ああそれは納得しますほん、はい、とに最もでその情報格差が実は今大きな収入格差に変わってるんですよ、うん、あもうそれねすごくね前回の、うん あのー、えっ、ー、と、樋口さん。そうですね。樋口さんでも、私、本当に感じました。そうなんですよま。まだ若いよねって、まだ二十九歳の、に、うん、えー、みたいな。だから、今回のゆうたさんも、もう本当、に私、興味津々で。<laughs> <laughs> <laughs> 本当、そこなんですよ。そうなんですよ。なので。 例えば今3040代とかもう、うん、圧倒的に今日本人って中間層が貧乏になぜかというと今円安とか物価高によって日本のお金はどんどん高くなってますよね、うん、国力が下がってるので、うん、それとともに賃金が上がらないから中間層が圧倒的に下がっていてみんな貧乏にいってるんですけどうん、うん、でも実は年収1000万以上の上位が増えてるんです。うんうんお そう,そ,うそれはなぜかというと先ほど言った樋口もそうですけども、うん、ま別に彼が年収いくらっていうのは分からないですけども情報を自分ででで今スマホで得られる時代なんですよ昔は私たちの世代は図書館に行ったりとかが当たり前だったじゃないですかでもスマホでもう先人が残した世界中の情報が得られるのでそれを自分で検索し得てやるっていう圧倒的にシンプルなことをできる人はもう勝ち上がっていくんですね。 なるほどやっぱり得るだけじゃなくて <laughs>、はい、やるこの行動っていうところも大事ですよね。もうそこに尽きるとう,、うんうんそうあのね、ボイシーでもいくつか私あの聞いて思ったんですけどやっぱりトライアンドエラーもまずやってみる、うんうん、で失敗してもいいんだよっていうところはありますよね。 そうですね、そこがその概念が日本っておかしくて日本で生きていると、はい、失敗とミスを、うん、ダメだという風潮があるじゃないですか,あ確かだから恐れるんですよね失敗したらどうしよう,うよ失敗したらどんな風にみんなに言われるんだろうとか、うん、そういう恐怖心という,か,、ね、そうなんか自分をよく見せたいっていう変なまたプライドもあってな,んか,なんかできなかったりすること。 うん、あのまさにその通りでしてでも失敗って真逆の概念でして失敗ってしていくて必然なんですよね、うん、当たり前のことであって、うん、要は失敗した人を否定するんじゃなくて、うん、環境を直さなきゃいけないんですよ。 分かりますシステムエラーが起きている環境を変えることの方が当たり前なんですけど、うん、日本って人を否定しちゃうからはい、はい、みんなそれで失敗が怖くなっちゃうんですよね。わ、うん、かります、システムもそうだけどこの人としても責、ね、める人もいるじゃないですか責、うんめ,ね、め,めなくてもいいのにっていう感じで思っちゃったりするじゃないですか。うそうですねだから人 なんですよね、人も実際にやっぱ成長していかないともう全く違うやっぱ環境なんですよね,この環境ねそうですね本当にに何かあのー、すごくねためになるんですよ本当に。にだからこの,あの沖縄のね、まあまあ、後半にまた「ビジョン」とか「夢」とかもお話しさせ聞きますけれども実際にボイシーもそうだしそのインスタも見てても本当にねぜひ 拝見してほしいって私は思いましたで、まあ、後半もう少しねあの具体的な話だったら夢のお話もしていくので一回ですね、ここでコマーシャルを挟んで後半に行きたいと思いますではコマーシャルお願いいたしますたとえ試合に出れなくても仲間のために一生懸命大声で応援している君はかっこいい店舗ご家庭のリフォームから駐車場やお庭までお気軽にご相談ください 地域に貢献工ヤすそ工業は少年少女の夢を応援します全息の原因と言われているダニキングラン沖縄のお布団クリーニングでは冒菌・棒ダニ加工を行っていますのでデリケートなお肌の方でも安心夏の時期なら布団の圧縮も受付中「NBC ナナ向かいでお待ちしています元祖 お布団丸ごと水洗いキングラン沖縄高齢者施設様就労支援施設様早朝の人手不足やコストでお困りではありませんか施設給食のことなら東屋にお任せ朝食だけ土日祝日だけでも OK 県内製造無料で自社配送無料サンプルは沖縄東屋で検索おはよう。 おはようただいまおかえり行ってきます行ってらっしゃいありがとうといたしましてあなたの思いがつながります制服デュースのわらび子供を産んだわらびお家に眠っている制服はありませんかもう着ないけど捨てるのはもったいないまだまだ着れるのに 誰かの役に立ててほしいそんなあなた、わらびんにご連絡くださいあなたの思いがつながります制服ディースといえば子供演応援団、わらびいはい、では CM をお聞きいただきましたでは後半もねあっという間に終わりますのでどんどん聞いていきたいと思いますがえっ、ー、と、ね、ゆうたさんのボイシーを聞いててあれって思ったのがやっぱり行動に移してるんですよ で、私すごいなと思ったのが西野さんにもお会いに行ったという何回ぐらいお会いに行ったんですか今まで3回会いに行ってますね「キングコング」西野さんにはす,すごくないですかそうそう「キングコング」の西野さんねもう,もう有名ですよね皆さん会いに行けるってす,すごいと思うんですよ <laughs> このアプローチの仕方とか、はい、まあ たぶん西尾さんもいろんなチャンネルも持ってますしうん、うん、そういうところにまず入ってとかですかなんかこういろいろやり方があると思うんですけどそうですねまああの基本的にそういった方々って自分のメディアをやっぱり持っているんですよね、うん、発信メディアはい、はい、プラスうん、うん、その奥にオンラインサロンとかオンンラインサは有料のまあ会員などがいろいろあるんですよでそういうところのクローズな場所では、うん、例えばオフ会の開催とか例えば 書籍出版イベントとかあ,ありますね。うん、いろいろそういうものがあるので、いや普段からそういう情報を追いかける。なるほど。じゃあ、はい、オフ会だったらオフ会に行こうみたいな感じだったりとか。そうなんですよ。でそのオフ会にもいろんな種類があるので、例えば百人規模であったりとか、十、うん、人ぐらいとか、当然人数が少なければ単価は高くなってくるんですけど。うん、あ、なるほどね。はい。でも多分会いに行っても。 例えばこれはキングコングと西野さんは限らずなんですけどはい、はい、僕もオフ会とかやってるそうなんですけど、うん、会いに行っても話せるわけじゃないんですよあ、ただ話をうんうんって聞,聞くだけみたいなその場にいるだけいえ、あくまでもその場に行ける権利を買ってるだけなんですよあ、うんわかりますか、うん、例えば僕この間兵庫県に西野さんに会いに行くイベントに行ったんですよはいで、その権利はある程度高額なんですけど、はい、そこに行ける権利を買ったんですよはい、買いましたで、そこで話しかけるかどうかは自分次第なのではい だから僕は必ず市場に手をあげるんですよ。ああ素晴らしい。はい。あ、なんかじゃあ質問ある人とかいう時間があるんですかね？まあちょっとイベントにもよるんですけど、どたまたま僕が行ったのはもうこういう席について乾杯しましょうみたいな感じなので、うん、その瞬間に僕は行くんですよ。あ、素晴らしい。<laughs> やっぱりこうもう変なのでもう成功してる方の話を聞くうん、うん、でそれを聞いて。 また実践してみるみるたいなななそんん感じのルーティンなんですかねまたま僕は今の発信を始める前西野さんに一度ご相談した経緯がありましてあらすごい19年に僕愛知県に行った時に、はい、自分の仕事を失ってる経験があるんですよコロナ前に、うん、でその時に名古屋でオフ会があったのに行った時に、うん、まあちょっと勇気を持って話しかけたんですよね、うん、でその時に言われたのが、まあ、会社っていうのは今後そういうことが起こると、うん、だから何かあっても助けてくれる 自分に何かがあった時に自分を助けてくれる濃いファンを100人作れと君のファンを100人作れとそれが作れれば何があっても食いっぱぐれないからって言われたんですよなるほどそれは僕にとって西野さんがもうそうなんですよ僕は濃いファンで商品買ってるしオンラインサロンも入ってるしだから僕が西野さんのそれになればいいんだなと思ってだから僕そこから発信を本気でやり始めたんですよなるほど すすごくいいいヒントじゃないですかほんと、ね、<laughs> 当そういうところからどん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 ものにしてやっぱり自分を作り上げていくっていう形でいろいろと発信をなさっているんですでもうね最後になりますのでこの裕太さんの今後のビジョンとか夢とかちょっとお聞きしていいですか、はい、あありががとうございますままあ、すの僕自身が今まで 仕事ですごく悩んでいて、うん、何もできない会社員だったところから、うん、一応本業で保険営業マンとして結構結果を出したんですね。はい、でそこから発信でも結果を出したっていうことで30代から僕人生何度も変えてるんですよ。うーん だから遅くなないいいっっててうことをみんんに知って欲しいんですよそのためには知識を得なきゃいけないし、うん、行動しなきゃいけないで常識を疑わなきゃいけないんですけど、うん、でそういった経験をもとに僕は沖縄とか、まあ、全国の人僕をフォローしてくれる人を救ってあげたいと思ってるんですね特にキャリアの面で。 ああなるほど、はい、心に問題抱えてる方もたくさんいるので,うん、うん、で実際に僕その先ほどご,ご紹介いただいたボイシーというメディアで、うん、あのまあ一番濃いファンを育ててるんですけど、うん、音声を聞いてくれてるのでねそこの方限定でオフ会をやってるんですよ沖縄でもしてるし東京でもやっているし今度はまた東京でもう一回やるんですよ。はいはい おっっししゃてまたね実際にそこまで来てくれる方々って素直なので沖縄の女の子でも自分から僕の情報を得て行動に移して新しいチャレンジをしてもう人生変わってきてる子いるんですよ。素晴らしい。実際にだからそういう子を僕はもっともっと作ってあげたいんですよね。発信とか関係なくその子の人生が変わる。あ素敵変えられるので現代って。 本当ねうん、そこに一人でも気づいてほしい、うん、そうすれば、うん、例えば沖縄でも貧困問題とか、うん、お仕事とかいろいろな悩みがあると思うんですけど、うん、正直自助努力で全部解決できるんですよ、うん、あら素晴らしいただむちゃくちゃ努力しなきゃいけないけども、ねうん、諦めなくていいんですよ、うんうん、本当に皆さん聞きましたねえ <laughs> ぜひもう,もう沖縄にいらっしゃるんですよだから ぜひまたオフ会とかねあの今後いろいろと発信していくと思いますので「ボイシー覗いてみたりインスタ「VOICY」えー、とボイシーもたい U ターで、ね、検索したら出てきますよね。 そうですね。もしくは可能ならば、この YouTube に概要欄にリンクなど貼ってくださったと。ああ YouTube? これ YouTube になりますか。あ、もちろん、もちろああ、うん。あ、あ、じゃあ、このね、<あ>今回の YouTube にも。そうですね。あとは、ボイシーって検索していただいて、うんうん、ユニハイフォンと言う歌でやってくれれば、すぐ出ると思います。ぜひ覗いてみてください。<laughs> <laughs> はい、もう今日もね、あっという間のお時間になりました。本当に今日、お忙しいところ、ありがとうございました。 は,ーいはい、えー、この番組は有限会社ヤフそ工行キングラン沖縄株式会社株式会社あずまいの提供でお送りいたしましたもっともっとねたくさん話聞きたいこといっぱいあるんですなのでこれってまた何かどっかで違うところでお話聞けたらなあとか思いましたしまたラジオにご出演でもよろしいですし本当はねあの。 親子でもね <laughs> って思ったんですけどはいではね今日もたくさん貴重なお話ありがとうございました<え>はい今日お届けいたしましたのは子供応援団わらびんのよっちゃんとゆうたですはいではまた来週ですねさようなら,うならありがとうございますはいありがとうございます